いつも動画見てくださってありがとうございます。いつもと全然違う額でびっくりしている方がいるかもしれませんが、レンタロウです。僕の夢として家を買うっていうのがあって、まあ、そのためにね節約飯っていうのをやってたんですけど、まあ社会人ってことで、まあ流行りの動画編集とかやって生計を立てながら節約して家を買おうとしてるとこなんですが、まあ一緒に YouTube やってるウガジン、彼とはね高校生の頃からだから、まあ6、7年ぐらい、友達で週に4、5回ぐらい会ってんじゃないかな。ずっと6年間ずっと4、5回ぐらい会ってると、親の顔より見てるぐらい会ってるんだけど、まあ彼がちょっともう YouTube 一緒にやってるってのもあって、めっちゃこの家に来るわけよ。一緒に住もうかなと思って、一緒に住んだらもちろんその YouTube もできるし、実際ね家賃とかさ半分にできるじゃん。でかい。お金の話もあったけど、まあ一番は楽しいだろうなっていうだけです。ちょっと今日はね、ウガジンこれから来るからルームシェアをしてみようってちょっと提案してみたいと思います。1時間ぐらい編集してて、もう来るって連絡来たんでちょっと待機しようと思うんですけど、あいつほんとここ来すぎてピンポンとかしないで入ってくるから、ちょっと驚かせてやろうかなと思います。おい、何何何何撮ってる。まさお邪魔しますだろ。いやいや、俺んちじゃ飲んだろ。ある意味何ドッキリ、ドッキリ。いやいや、料理でドッキリなんもなんもないだろ。適当ドッキリみたいな、いや、ちょっとまあ積もる話があってよ。おう、話したいことあるからさ。おう、まあ上がるや。言われなくても上がるけど。怖い怖い、何上がるや。ひそれよ、いい加減。ひやそらん、俺のちゃんぽいってたから。俺の中でルームシェアをしたい理由がやっぱ2点ほどあります。うん。おい。ちぎれる、ちぎれる。うわ。2点あります。うん。何？一つは、はいはい。YouTube。うん。やってんじゃん。うん。わざわざ来て撮影して帰ってとか泊まってとかでまた朝仕事に行くみたいな時間の無駄なとこを省いたら、もっといい動画を作れたり。動画本数を上げたりできんじゃねえのっていうのが1点。あ、今ので1点。そう、今ので1点。死ぬて、死ぬて。で、2点目は俺家買うじゃん。なんか頑張ってるね、確かに。買うじゃん、頑張ってるね。買うじゃん、うん。まあ、節約とともに今生きてるんだけど、家を買うためにね、家賃とか含めて食費とか、うん、ウガジン住んでくれたらそこもね助かるなっていうとこ。全然そのまあ確かにね、俺の家帰って仕事行くより、まあここでね住んじゃえば、まあ、ね、一日の流れがまあちゃんとあるっていうかさ、うん、そうね、ちょっと一回天秤にかけて考えてってとこだな。引っ越すのもめんどくさいしな。まあでもいろいろあるやんお前のもん。いやいやいや、洋服とお前歯ブラシと布団ぐらいじゃねえ。もう滑る。え、もう滑るよそれ。滑るそれ。まあとりあえずちょっと腹減ったから飯食わね。え、作ってくれんのじゃあ。いや作るよ普通に。なんかある逆に。缶詰とかしかない。ああ、まああるもんでなんか作るわ。うん、とりあえず飯食おう。冷蔵庫開けるよって言え。いや、無理。マナーだ。いやいや、もう俺のだろ、冷蔵庫。これか、缶詰。そう、サバと焼き鳥。何、酒でも飲む。何作んの。いや、なんかそのまんま食ってもさ、面白みないから、うん、出汁でちょっと茶漬けです。ささささ、茶漬け、茶漬け。いやいや、俺焼き鳥ね。
いや、焼き鳥じゃんけんしようそれ。焼き鳥じゃんけんする？ちょっとお前それ見てみ、何味か知ってる？これ柚子胡椒やねん。世界で一番うまい。世界で一番柚子胡椒一番うまいから。最初はグッじゃんけんぽい。キモえマジでキモ普通。俺が柚子胡椒です。でも普通に半分こした方がいいと思う。何の面白みもないこの絵には。炊けたぞ。炊けてはね、炊きたてだ。もう頭から餅いって。お前おすすめっていうかこれ使わないの？え、普通に自分でやるの？あ、常識じゃね。いや、いいや、終わる。普通にスタートでダメなんだよ。てかまず俺的に米を冷凍する文化が俺の家にないの。あ、その辺ちょっとやっぱ一緒に住むにあたってちょっと壁になりそうだ。塩背油ちょいとかけました。かけました。もしかしてもうできる？もうできます。早すぎ。すげえよな。うまそう。これマジでさ、これ缶の1個で酒5杯はいける。いけるね。お前酒飲むとサイコパスになるから嫌なんだよ。最近飲んでないの？まあでもお正月実家では飲んだの。ああ、実家で、うん、ここだって。ここで飲むしか俺にはもうない。人の金で飲む酒は面倒。一番面倒。よし、あとはもう出汁をねかけるだけよ。うわ、うまそう。近えよカメラ。近くねえよ。近えからマジで邪魔すぎマジで。あのマイクついてるじゃんカメラに。マイクがもう触れそう普通に。うわ、いいね。茶漬けは出汁を飲む料理だからよ。死ぬほど出汁入れてる。お前死んでるよもう。もう使っちゃってるじゃねえか。いやいや冷静になろう一回。腹満たるからこれ。満たるな。よし、焼き鳥茶漬け、サバ茶漬け、サバ茶漬け。オッケー。おい、目早いて早いて。うまそう。熱々のうちに食わないとダメで茶漬けは。いい、食ってダメ。いただきます。いただきます。めっちゃ柚子胡椒の香りすごい。嗅いでみ。うわ、やばくない？待って、今まで香った中で一番柚子胡椒の香りする。いや、ほんと柚子胡椒香るより柚子胡椒の香りする。香ってる、これやばい。本物の柚子胡椒より香ってる、普通に。あ、うまっ。あ、これ茶漬け正解かも。マジで鯖の水煮缶はもう鯖って感じ。優しい味鯖って。うん。いつからにする？何が？ルームシェア。あ、いいの？やっちゃうか。まあまあまあ変わんないもんね多分生活。まあね、まあとりあえずいいよ。もう今日寝るわ。まあでも親父の家にもなるから。うん、ここは家賃払えばいいんだろう。うん、払ってやるよ将来が。マジでほんと普通に人助けだと思ってる今。いやいやいや、そんなことないよ。人助けしてたんだよ俺が今まで。誰を？お前助けてもらった覚えはねえ。まあ、ちょいちょい貯金もあるから、うん、あ、まあ、一応俺3年後に店出そうと思ってて、うん、まあちょいちょい貯金もしてるから。まあそのお金、まあ、ルームシェアで。おう、
頑張ってまた貯めて、まあ、一緒に家買っちゃおっか買っちゃおっか、うん、いいえいいの。いや別にいいよノリノリね、ノリ、うん、大事、うん、いや俺的にはありがたい。すっごい夢の楽園を夢の楽園を夢の楽園作ろう。ありがとう、嬉しいよ、うん、本当に泣けてきた。泣いてねえぞ